お分かりいただけるだろうか。はい、ここはね、大阪の西九条ですね。西九条の、西九条にあの安治川っていう川があるんですけど、その川に、川を渡るのにトンネルを通るっていうちょっと変わった構造になっているということで、大阪市内としては珍しくあの探検できるスポットみたいなので、そこちょっと行ってみようと思います。あの山口県の人道トンネルみたいな感じ、安治川という川がこうあるんですよ。で、この川を渡れるという、渡れるトンネル、この川、安治川という川あるんですけど、この川を渡れるトンネルですね。まあ、JR 環状線ですね。でその下、高架下がこの安治川という川が流れているんですけど、でこの安治川の上流部分がこの間行ったあのアヒルがいた堂島とか堂島川とかのあたり、その下流がここの安治川と、結局あの淀川水系になりますね。だ名前違うけど同じ川や。でこのなんていう高架の下、真下がトンネル掘ってあって、歩行者と自転車とがこの渡れると、こんな感じ。渡し船も橋もこのあたりもないんですよね。だからその橋の代わりにトンネルは掘ってあると、このトンネルを渡ろうというわけです。安治川水道ちゃん書いてあるな。ここなんかエレベーターっぽいですね。かつてエレベーターだったと。でここエレベーターでも下れるけど、階段でも下れると。エレベーターは6時から24時。こうでもなんか夜めっちゃ怖そうだけど、なんか監視員が中にいるみたいなんで、自動二輪原付禁止。階段で行こう。階段で行くか。監視員が24時間巡回しています。じゃないとこです。ダンジョンっぽいな。階段結構いるな。え、まだ降りん。え、何階や。こうみんな階段使わんわけや。下に降りてきました。なんか天井低いな。高さ2メートルもないで。これ2メートルあるかな。この花区と西区10メートル70やから100メートルないんか。短いな。なんか想像してたより全然短い。めっちゃ短いな。ただの通路やな。監視員が24時間とか書いてあったけど誰もいなかったですね。まあ昼間やる必要ないんか。で階段結構なんかこれ3階ぐらいまで登るな。エレベーター使った方がいいでしょう。でトンネル自体はめっちゃ短い。期待したけど全然。期待したが、こんな感じですね。外はめっちゃ怪しいやん。行けんのか。これこれさっき行ったとこは向こうの方で、ちょうどあそこですね。あっこからはちょっと渡ってきただけやん。全然距離歩いてないな。100メートルぐらい。お、なんか鳥いっぱいおる。鳥いっぱいおるぞ。カイツブリちゃん、あれ。休憩してたのに、こう、取ったから、みんな逃げていきますね。すまねえ。流れに逆らっていく。大阪市内にもこんな鳥がいっぱいおるんやな。でもここなんか怪しくない？めっちゃ。
この辺りとかはすげえドキュンが溜まりそうやな。まあ今はもうこういうとこに溜まるドキュンもいないか。あ、めっちゃ流されてるやん、あいつ。めっちゃ流されてるやつおる。あ、でもリカバリーできんのじゃん。あそこまで流されたら。飛ばん限りは、本流に流されてるやん。おぉ、頑張っているが。頑張っているが流されている。お、潜った。じゃあ戻るか。向こうの方、あっちが西九条 で、こっちが九条なんですよ。ちょうど中間地点なんで、どっち行ってもいいんやけど。もう一回隧道入って、隧道から行こうか。ああ。うわ、安倍晋三や、これ。これ安倍晋三ちゃん。完全に安倍やん。これ何これ、バンクシーちゃん、これ、やったの。すげえな。で、これなんか、壺からこう、まま出て、安倍晋三が出てる感じになってる。お、これレアも発見したんちゃう、これ。すげえな、これ。偶然安倍晋三発見した。お分かりいただけるだろうか。コンクリートに浮き出た安倍晋三のこの何とも言えない表情。これ絶対バンクシーやな。これをやって結構なんかやってあるな。やっぱりこうややこいとこにはこういうのあるんやな。そしてこのなんかここちょっとすり減ってるやん。ってことは、ここ結構みんななんか乗ってるってことや。おっと、犯罪の痕跡あり。犯罪の痕跡ありや。やっぱこうややこいとこには変なやつ、変な感じ。犯罪の痕跡を見ることができた。じゃ、今来たのがここで。で、さっき、鳥がいたな、そこで。もうこんな、全然もっとなんか想像してたのが、もっと距離あると思ったんやけど、川幅もっと100メートル以上あって、堂島川とかあの辺りのイメージやったから、もっと、でっかい橋に、長いトンネルが掘ってあると思ったら、かなり規模は小さい。で、利用者めちゃめちゃ多いから、多いし、まあ、大体警備員の人が常駐してるんで、まあ思ったより安全な感じやな。多分夜は結構ややこいんちゃうか、この辺り。こういうのあるしよ。見て、犯罪の痕跡ありやん。これで切ったんやろ、これ。ワイヤーカッターで切ったんかなと思ったら、糸のこで切ったんやな。糸のこでも切れるんやな。これ安倍晋三の壁画があって、あ、釣り師がおるって感じか。すごいで、これめちゃリアルやな。やっぱりリアルすぎるやろこれ。